私はあなたが思ってるような人ではないかもしれない。でも不思議なんだけど、あなたの声を聞いてるととっても優しい気持ちになるのよ。このままずっと忘れたくない、今が思い出に変わっても、言葉はないけどきっとあなたも同じ気持ちでいるよね。人と深く付き合うこと、私もそんなに得意じゃなかった。でもあなたを見ていると、私と似ていてもどかしい、そういうところがたまらなく好きなの。ビルの隙間に二人座って道行く人をただ眺めていた。時が過ぎるのが悲しくて、あなたの体に寄り添うと、忘れようとすればするほど好きになる。それが不快や錯覚でも心を開いて